こんにちは。今回はアクリルたわしを紹介します。凹凸のあるモスステッチで編みました。裏も表も同じ模様になります。今回は極太のアクリル毛糸を8号のかぎ針で編みます。編み方を編み図で説明します。今回のアクリルたわしは、長編みと引き抜き編みで編むモスステッチです。最初は作り目の鎖編みを14目編んで、1段目は鎖編み1目を編んで、すぐ根元に中長編みを1目編みます。次にこれは引き抜き編みです。作り目の鎖編みに引き抜き編みをして、次の鎖編みに中長編みを編みます。引き抜き編みと中長編みを編むことで、凹凸のあるモスステッチになります。これを繰り返して、最後は引き抜き編みで終わります。そして次の2段目も編み方は同じですが、編む位置が違ってきますので、2段目の時にまた編み方を説明します。極太のアクリル毛糸を8号のかぎ針で、鎖編みを14目編みました。1段目は鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山を拾って、ここに中長編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編みの次の鎖編みの裏山を拾って、針に糸をかけて引き出し、針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて中長編みにしました。次は引き抜き編みをします。次の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて2本の糸を引き抜きます。これが今回の模様です。次は中長編みを編みます。針に糸をかけて、次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっているすべての糸を引き抜いて中長編みを編みました。次は引き抜き編みです。次の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き抜きます。この模様を繰り返します。次は中長編みを編んで、次は引き抜き編みです。次は中長編みを編みます。次は引き抜き編みです。中長編みと引き抜き編みを繰り返します。このような凹凸のある編み地ができます。次も中長編みです。中長編み1目、引き抜き編みを一目、そして中長編みを一目編んで、最後は引き抜き編みで終わります。これが1段目の模様です。裏側に凹凸が出てきています。2段目は編み図で説明します。次は2段目です。1段目で引き抜いたところから鎖編み1目で立ち上がり、引き抜いた目に中長編みを編みます。次は1段目の中長編みの頭に引き抜き編みをして、次の1段目の引き抜き編みをしたところに中長編みです。引き抜き編みと中長編みを交互に編んで、最後は中長編みの頭に引き抜き編みをして終わります。3段目も2段目と同じ編み方で、
鎖編み一目に中長編みを編み、引き抜き編み、中長編み、引き抜き編みと繰り返して、このまま12段まで編んで、だいたい正方形の形になると思います。この段数はお好きな段数にしても構いませんし、作り目ももっと小さくしたいときや大きくしたいときも、一模様が二目ですから偶数の目で作れば大きさは調節できます。次は二段目です。二段目は鎖編み一目で立ち上がり、編み地を裏返します。鎖編みを編んだすぐ根元の目を拾って、ここに中長編みを編みます。そして次は引き抜き編みです。前段の中長編みを編んだ頭のところに引き抜き編みをします。そして前段の引き抜き編みをしたところで、ここに中長編みを編みます。次は中長編みを編んだところに引き抜き編みをします。これが2段目の模様です。今度はこちら側に凹凸が出ます。ここが引き抜いたところで、この出っ張りのあるところの目が中長編みを編んだところです。そしてここが引き抜いた目で、ここが中長編みですから、引き抜いた目に2段目は中長編みを編み、中長編みのところには引き抜き編みをします。一目置きに中長編みと引き抜き編みを繰り返します。このような模様です。次は引き抜いた目ですから、中長編みを編み、中長編みの頭には引き抜き編みを編んで、中長編みと引き抜き編みを交互に編んでいきます。次は引き抜き編みをして、次は中長編み、そして最後のところは引き抜き編みです。最後の目はここになります。ここに引き抜き編みをして2段目が終わります。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方で、鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、すぐ根元に中長編みを編みます。次は中長編みの頭に引き抜き編み。そして次は中長編み。これを繰り返します。引き抜き編みをして、この目が引き抜いた目ですから、ここは中長編みを編み、次は引き抜き編みをして、次は中長編みです。凹凸のある模様ができます。今中長編みでしたから、次は引き抜き編み、次が中長編み、そして中長編みの頭には引き抜き編みをして、引き抜き編みをしたところには中長編みを編みます。次は引き抜き編みをして、次は中長編みを編みます。そして最後はこの目です。ここに引き抜き編みをして、これで3段目ができました。次の4段目も同じで、鎖編み1目を編んで、編み地を裏返し、すぐ根元の引き抜き編みをしたところに、中長編みを編みます。次は
引き抜き編み。次は中長編み。引き抜き編み、中長編みを繰り返します。ここは中長編みを編み、中長編みの頭に引き抜いて、引き抜き編みのところには中長編みです。そして最後はこの目に引き抜き編みをします。これで1段、2段、3段、4段目までできました。このあくる板足は12段まで編んで、このぐらいの大きさですので、このまま12段まで編み進めます。11段目まで編みました。最後のところです。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、中長編み、引き抜き編み、中長編み、引き抜き編みを繰り返して、最後の段を編みます。引き抜き編み、中長編み。そして最後のところで引き抜き編みをします。これで12段目まで編めました。最後は鎖編みを編みます。鎖編みは15目編みましたが、長さはお好きな長さにしてください。今回は15目を編みます。15目を編んで、これを輪にします。輪にするときは、鎖編みの目を、最初に鎖編みを編み始めて、引き抜いた、この目のところに針を入れ、糸を、後ろから回して、すべての糸を引き抜きます。これで鎖編みができました。そしてこの糸は、このまま引き抜いて、とじ針で糸始末をします。この糸をもう一度強く引いて、引き抜いた目をしっかりと締めます。あとは、とじ針に通して、今ここで引き抜きました。引き抜いたすぐ後ろのところに針を入れて、もう一回しっかりと引き締めてください。あとは一回糸を戻して、引き締めた後は、あとは目立たないところに糸を通してください。このようなところを通していくと、それほど目立たないと思いますので、後ろを通して、このぐらい通せば大丈夫ですから、あとは糸を切ります。そして編み始めの糸も、とじ針で糸始末をします。編み始めの目は、こちら側から通すと、わかりにくいと思いますから、一旦ここで一回通してから、あとはこの後ろの目立たないところを通します。これは裏側も表側もありませんが、この場所に通せばそれほど目立たないと思います。
そして形を整えて糸を切ります。こちらも糸を切って、これで14目の作り目を12段編んだモスステッチで作るアクリルたわしができました。色違いでいろいろ作っても楽しいですし、プレゼントにも良いかと思います。極太ゲートと8号のかぎ針で編む凹凸のあるモスステッチのアクリルたわしを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。